また実は北陸新幹線長野駅まで取り入れることができる車両も存在し、実際に臨時列車のみとなりましたが、バンコク浅間として長野東京間を走行したこともあります。東北新幹線での活躍は2011年秋で終了となり、その後は上越新幹線で活躍し、2014年に現在のデザインとなる車体中央を黄色の台に変更し親しまれてきました。通勤通学のお客様には客席サービスの向上を、ご旅行のお客様には2階席からの素晴らしい車窓を提供してまいりました。いいお経ですが、この度時代のニーズに伴い、大変ですね、今度は離れてください。東京駅では開業から E4 系でご出発、ご到着の多くのお客様をお迎えすることができました。皆様のご利用に感謝いたします。明日からは E4 系に代わり最終派の皆様をお迎えしていただきますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。本日は E4 系マックス電源庫のラストラボ、手は出さないでくださいね。誠にありがとうございました。